はい。えー、インスタ集客大全ですね。販売は終わったんですけども。まあ、今回ね、お問い合わせいただいた方の中で、まあ、ラーメン屋を、や、ラーメン屋でこう働いてんだけども、そのラーメン屋でそのインスタを活用したいというようなお問い合わせがあったので、僕もね、インスタ歴7年やっておりまして、このフォロワー1万人突破したんですけども、まあ、その中でね、ラーメンはね、まあまあやってきたんで <laughs>、 <laughs> ラーメンかなり、まあ、もうちょっとでね、投稿5000枚になるんですけども、この投稿数もね、5000枚になるんだけども、その中でラーメン結構攻めたんですよ。多分ね、最初の方結構ラーメンやってましたね。まあ今もね、ちょいちょいラーメンやるんですけども、ラーメンって、まあその、リーチすぎいくんですよ。まあリーチすぎいくというか、まあそもそもそのハッシュタグ、ラーメンで投稿してる人がめちゃめちゃ多いので、 まあもちろんライバルいっぱいいるんですけどね。うん、ただ、あのー、逆アクセスを集める上で、まあラーメンを投稿している人がい多いので、自分もラーメンを投稿します。で、相手も、まあラーメン投稿してる人めちゃめちゃいるので、自分もラーメン投稿してます。で、えー、ラーメン投稿してる人にいいねして、まあいいねが返ってくる確率が多いと。あ、この人もラーメンの写真アップしてるんだな、みたいな話ですよね。うん。 なんでまあ結構ラーメン、あ、いいね回りするときは、そのラーメンの写真をこう、なんだ、投稿して、それでまあ今はちょっと花をちょっと攻めてるんですけども、あの昔ラーメンばっかり投稿して、それでラーメンでいいね回りしてたりとかしてたんですけど、まあ僕はね、ラーメン屋だったらインスタどうやって集客するのかっていうね、これをね、まあ僕はラーメン屋やってないんであれですけども、まあ僕の経験値から俺だったらこうやるよっていうような、 あのー、マーケティングというかね、戦略ですよね。えー、を考,考察していこうかなと思います。はい。で、まあ、そもそもラーメンっていう、ラーメン屋、ラーメン屋はウェブ、ウェブ販売ではないと。当たり前ですよね。<laughs> ウェブで何か販売できないですよね。まあ、もちろん超有名店になるとね、超有名店になると、 あのまあ、全国からその杭に来るとかね、なんか、車で2時間かけて来ましたとかね、飛行機乗ってきましたとかね、まあ、たまにあるかもしれないです。超有名店になったらね。うん、だけど、ほとんどが、まあ、その、例えば、東京と足立区、足立,足立区にしましょうか。わかんないですけど、<laughs> 港区はやめときましょうか。足立区、足立区ってちょっと怖いところなのかな。まあ、いいや。まあ、東京、足立区、うん あの中,野な中野とかにしておきますけど東京都中野中野区ってあるかなじゃあ東京都の中野中野でラーメン屋をやってるとするじゃないですか東京都、えー、の中野でラーメン屋をやってるとしますじゃあここのターゲティングここの中野に来てくれるお客さんですよねまあ少なくてもまあ東京に住んでる人ですよね ま、東京もね、なんだっけな。あの、えっと、なんか、奥、奥地もあるじゃないですか。なんか、東京ですかここみたいなところもあるので。ま、あの、その、東京23区かな。ま、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 東京23区ぐらいがターゲティングかなと思うんですね。要は、何が言いたいのかっていうと、自分のお店の住所から、どの範囲、 どの範囲がお客さんのターゲットなのかを決めるとまあ決めるって言っても大体まあ決められると思いますけどねはいということでまあ今回ねまあ中野にしてみましょうかで中野区で Google マップでこれラーメン屋とかねラーメン屋 で、そうすると、Google 中野区のラーメン屋が出てきます。でここが、すごくポイントなんですけども、ここの、ここの Google、まあ、この自分のね、えー、まあ、ライバル店がいるじゃないですか。ライバル店。もしくはこ、まあ、どこまでの範囲で決めるかなんですけども、東京23区で行くんだったら、ここら辺のラーメン屋の名前ですよね。ここら辺のラーメン屋の名前を、 自分のターゲットなのか決めて、自分の、えー、ターゲットなのか、そして、ライ、ステッワン、ステッワン、えー、えー、えー、なんだ、えー、その、ラーメン屋の生、名前をエクセルに書き出すと、はい。ラーメン屋、ライバル店、ライバル、あの、自分の、自分の お店から、まあ、半径○○のところのラーメン屋の名前をエクセルに書き出すと。はい、なぜですかっていうところなんですけど、ステップ2。要は、インスタグラムっていうのはハッシュタグがあります、はい。ハッシュタグね。ハッシュタグ。わかります で、まあ、まあ、これ全員じゃないですけども、ラーメン食った時に、そのラーメン屋のお店をの名前をハッシュタグ入れる人がいるんですね。まあ、当たり前ですよね。まあ、もちろん全員じゃないですけど、まあ、ここのラーメン屋で、だから、例えば、ここの、えーえー、麺屋橋本、ここで食べました、つったら、ここの、ここの名前をハッシュタグ入れる人がいます。だつまり、 あのこの写真、まあすみません、ラーメンを投稿した人がね、これ花ですけども、あの、その、あこの人はここで食べたんだなっていうのは分かるわけですよ。だつまり、そこには行けるってことですね。まあもちろん、出張で行ったっていうケースもあるので、一概には言えないですけども、とりあえず、自分の半径〇〇店のラーメン屋には行ったんだっていうサーリサーチができるわけですよ。だこれは、リサーチをするってことですね。ライバル店に行った ているお客さんをリサーチするとハッシュタグタグ検索カッコえー、っとお店の名前ですよねそのエクセルでまとめたはいでステップ3 さんとで、えー、その、えー、100人ぐらいですかねまず100人ですかね100人ぐらいえー、なんだまああの検索した時にまあそのラーメンがいっぱい出てくると思うんですけどもまあアカウントを見て まあ、そのアカウントを見ればね、その、この人ラーメン好きなのかなとか嫌いなのかなとわかります。ラーメン好きな人はラーメン結構いっぱいアップするんで。で、アカウントを見て、ラーメン好きの人ですよね。人を100人ぐらい、えー、ベンチマークすると。はい、ベンチマークする。まあ、これはね、えー、っと、コレクション保存ですね。写真をコレクション保存。 まあ、インスタにはですね、コレクション保存みたいなのがあって、あの、このコレクションに保存みたいな。まあ、ここの、え、インスタのここですね。だからそのラ、ラーメンを投稿してる人のね、あ、この人ラーメン好きだなと。で、まあ、半径その集客できる、あの、来てくれそうな範囲の、範囲に住んでるなっていうのが分かったら、その人の、その人にすぐアクセスできるように、ね、ここをコレクションに保存をしとくと。だコレクションに保存を100人ぐらいですか。 うんまあ、まあまあまあとりあえず100人いれば十分でしょ。まあそのあなたのそのね自分のお店がねいや吉田さんうちのラーメン屋は、えー、店員マックス100人300人入ります。300人入るラーメン屋って僕見たことないですけど <laughs> どうですかね300人ぐらい入るラーメン屋って見たことあります多分ねまあまあたい東京で言うならば、まあ、東京って土地が狭いので東京のラーメン屋ってだいたい まあ、二、三十人ぐらいじゃないですか、マックス入っても。まあ、狭いところだったらカウンターしかないんで、カウンターしかなかったら十五とかね、席とか。まあ、それはね、まあ、店舗によって変わりますけど、まあまあ、百人入るラーメン屋さんってあんまないと思うんで。うん。そう。なんかその、国道沿いのあの、丸源とかはね、結構は丸源だったかなあ、あ、そう丸源はね、結構ファミリー層向けに狙ってるところもあって、国道にガンガン出してるので、 あの、あのなんだ、フランチャイジーやってるとこさ、マルゲだったかな。あそこは結構店舗広いんですけどね。うん。まあまあまあ、とりあえず100人で十分でしょう。うん。ね。で、ベンチマークすると。で、ステップ4。ね。定期的に、えー、毎日、毎日、えー、その100人に、えー、いいねすると。<laughs> いいね回りすると。もうこれです。 ただその自分のアカウントをちゃんと作ってないとダメですよ。自分のアカウントも、何々店のラーメン屋さんっていう、そのラーメンの写真だったりとかね。まあそれ,それはこれから言うので、じゃあ自分の、自分の、自分のインスタ、まあお店のね、お店のインスタグラムはどのようにえこう見せ いいいけばいいかっていう、まあ、これは後々説明するんですけど、これはいいね回りするときの誰にいいねしていくのかと。だからピンポイントでいいねしていくってことですね。ピンポイントで。要は、ラーメンが好きな。ラーメンが好きで、ラーメンを日々食べている人。ラーメンが好きでえ、ラーメンが好きな人はラーメンを食べます。インスタに写真アップしますってやってますので <laughs>。で、ハッシュタグでね、そのお店とかも、もうリサーチできるわけですよ。 なんで、それをあのベンチマークして、その人に、えー、日々あの、なんかあの、投稿があったらいいねとかしてあげるってことですね。で、そうすると、自分、あ、自分のお店の CM を、まあ、チラシ、まあ、なんだ、チラシを配ってるイメージですね。まあ、あのポスティングあるじゃないですか。 ね。例えば、まあ、ラーメン屋さんやってる方の中でもね、オープンした時ポスティングしたラーメン屋さんもあると思うんですけども、そのポスティング効果、僕からするといいね回り、そのピンポイントでいいね回りしてポスティングしていくみたいな話ですね。要は自分のお店の存在を知ってもらう。まずは認知し、認知し、まあ、知ってもらうから。まあ、だから、この、これをなんでやるかっていうと、これをね、なんでこれをやるかっていうと無、無動作にいいねしてても、その、 なんだろうな認知されないんですよ。だから、あの順番としては、順番としては知ってもらう。まずは知ってもらう。そして認知してもらうってことですね。うん。なんか合コン行ってもね、なんかそ,そんな男いたっけみたいなね。<laughs> 一応自己紹介して、そういう男いたかもしれないけども、なんかその認知してもらわないと、そんな男いたっけってなるじゃないですか。 だから、この100人のベンチマークして常に、まあ、日々ね、まあ、その人の投稿頻度がどれだか、どれぐらいかわかんないですけども、あの、うん、まあ、例えば、1週間に3回、ね、同じ人にこう、いいねとかしてたら、あ、またいいねが来た。またいい、なんかこの人いっぱい,い、あの、毎回このお店からいいね来るな、みたいなね。まあ、売り子、まあ、来てほしいんだな、っていうね。<laughs> まあ、あまりやりすぎるとブロックされる子は、でもラーメン好きやからね。うん。だから知ってもらうから認知してもらう。じゃあ認知してもらうためには、ある一定のその接触回数ですね。ある一定の接触回数,接触回数が必要であると。接触回数が必要なので。で、認知してもらうと、例えば、どういうことが起こるかっていうと、あの、ラーメン、じゃあその人、その、まあ、ペルソナね。 その人は、その人は、ラーメンがもう好きなんですよね。で、じゃあ、じゃあ、今日、どこをラーメン行こうと。今日、どこのラーメン屋に食い、食いに行こうかなと。ってなった時に、あ、なんですよね。あ、あ、いつも、いいねしてくれてた。 あそこの店行ってみようかなあってなるわけですよ。認知されてるとね。まあ頭の中にその,そのお店があるので、あそこちょっと行ってみようかなという。最近なんかいいねされるし、みたいな。近いし、みたいな話ですよね。まあこういうふうにさせるってことですね。うん。で、ぶっちゃけ、まあこの、まあ、 ぶっちゃけっすよ。まあ、これちょっとマーケティングの話になる、なるんですけども、本当に100人ぐらいで十分だと思う。あまもっと、あ、まあ、余力があればいいと思うんですけど、まあ、その、その、なんだ、ラーメン、ま、あライフタイムバリューなんですけど、ライフタイムバリュー。まあ、ラーメン屋のライフタイムバリューはちょっとね、あの、単価がちょっとそんなに高くないんですけども、高いと思うんですよ。ラーメン好きな人ってもう、 結構そのラーメン食う頻度ってね、頻度が高い。頻度が高い。ライフタイムバリューっていうのは何かっていうと、ちょっと、えっと、これですね。えっと、顧客障害価値と。まあ要はお客さんが生涯にわたってそのお店にお金をどれだけ落とすのかっていう話ですね。で、特にラーメン屋さんなんかは、僕はこの LTV。 まあこの LTV ですね。ライフタイム m リュー l t v l t v l t v そもそもこの LTV が高いと思うんですよね。高い商品だと思うんですね。だって、そこのラーメンうまいなってなったら、なんかその食いたくなるじゃないですか。なんだろうなあまあ、ラーメンに限らないんですけども、僕のすいません、勝手な、僕もラーメン好きなんで、 やっぱね、あの、このお店のラーメンうめえなっつったら、1ヶ月に1回は必ず食うというか、必ずというか、まあ、まあ、もしくは1週間に1回とかね。うん、なんかラーメンってなんか中毒性ありませんなんか、すいませんね、これラーメン好きな人じゃないとちょっとピンとこないと思うんですけど、ラーメンって、ラーメンは中毒性があると。僕はそう感じています。ラーメンには中毒性があるっていう、何かね。まあ、薬物じゃないですけど、 中毒性があると僕は認識してるんですね。で、頻度が比較的僕は高いんじゃないかなと。だから、LTV 出しやすいんですよ。だから、インスタ経由で100人を集客、もしして、この100人が、そのね、自分のお店のファンになってくれたらね、そのお店のファンになってくれたら、生涯ね、多分ね、いや、このお店に、この、この店に、僕は、 10年通ってますと。どうすかたった一人でもね、一、インスタから、まあインスタって無料じゃないですか。インスタかっこ、無料、無料集客ですね。から、そのね、10年買うようなファンをね、一人でも構築したら、客単いくらですかと。まあその、すみません、一杯1000円、わかりやすく一杯1000円にしましょうか。 で、まあ、週に1回ぐらい、まあ、週に1回はどうですかね。まあ2週、まあ、月に2回にしましょうか。月に2回だったら、月に2回ぐらい食いに来てくれると。食いに来てくれると。で、えー、落としてくれるお金が、まあ、すみません、客単1000円にします、ね。わかりやすく。1000円かける2回ですよね、えー。2000円ですよね。月に2回と。 で、つまり、えー、2000円かける、2000円かける、えー、っと、12ですよね。12か月と。なので、えー、っと、2万4000、2万4千で円すか ?2 万4000円ですよね。で、2万4000円かける、かける、じゃあ10年ですかで、24万ですかね、これ。 これまあ、10年通って、もしくれたら、まあ、24万ぐらいになると。だから、あの、無料集客で、まあ、その、10年スパンですけど、ね、24万円を獲得したみたいな話ですよね。わかります月2回、こう、リピートしてくれるお客さんを獲得できたとするならば、ああ、こういう感じになりますよね。計算間違ってるかな大丈夫ですよね。うん。どうですかじゃあ、これ、 2 4る1 0 0人いたとす二24万 ×100 は ?100。100万だったら、これ多分2400万ですよね。2400万。どうすかねっていう話ですよね。2400万ですよ。無料集客で <laughs>。まあ、あなたがね、いや、俺はラーメン屋はね、いや、ちょっと、あの、勢いでやったから3年ぐらいしかやれねえんだよと。 このラーメン屋を3年で潰すから、まあ3年ちょっと儲かったら、まあ次のとこ行くぜみたいな、まあそういうラーメン屋だったら別ですけどね。いや俺、俺はラー、俺ラーメンをね、美味しいラーメンをね、作ってね、映画を届けたいんだと、30年やるぜと、死ぬまでラーメン作り続けるでっていうお店であるならば、まあライフタイム割りーはすげえ長くなると思いますし。そう考えると、これすぐ、これよ、よくないですかあ、100人か。すいません、これ100人ですね。 まあ、あとはまあ、ここの数を増やしていけばいいので、まあ、ここが例えば、1000人になったらいくらだ ?2 億円っすかここが1000人だったら2億4000万っすよね。2億4000万です。どうっすかね ?2 億4000万ぐらいっすよね。じゃあ、インスタで1000人ぐらい集客できるかっていうと多分できるんで、インスタは。 多分できます。まああとは1000人集客してその1000人がリピーターになるかどうか分かんないですけどね。まあ新規で1000人は集客できます。それは。うん。まあでも現実的に言うとまあ100人ぐらいがまずまずまずここを目指せばいいのかなっていうところですねん。大丈夫ですかね。まあこれ現実的じゃないですか。月2回ぐらいラーメン食うとか別にそんなになんかすごい数字ですか。 月に2回ラーメン食いに来てくれるってすごい数字ですか多分ね、そう、好きな人は多分1週間に1回ぐらい食うと思うんですよね。なんか、金曜日のね、毎、毎週その金曜日の夜、花金って古い言葉ですけども、<laughs> よっしゃ土日休みだと。明日ゆっくり、あの、仕事がないから、よし、今日はラーメン食って、酒飲んで、ビール飲んで、帰るぞみたいなね。<laughs> どうすか 花金。まあの、飲んだ後。で、あとね、これ、ラーメン屋のすごいいいところって、これね、これなんですよ。お客さんが、お客さんを呼んでくれるんですよ。ま、あこれね、どういうことかっていうと、絶対に、まあ、あると思うんですよの。飲むじゃないですか。し、はい、め、しめ、しめ、ラーメン。で、ラーメン食いに行くときに、ま、あなたが、まあ、部長の人がね、 よし行きつけのラーメン食いに行くぞみたいなあ部長そのラーメンい,いいっすかおうめえぞみたいな,いたいなマジっすか行きましょうみたいなこれね <laughs> どうっすかこれ6人ぐらい連れてくるとかねどうっすかだから100人だったとしてもまあこれイメージできませんだって、うん、そんなあるじゃないですかこんなの余裕で「よし姫ラーメン食いたくないっすか?」みたいな「おそうやなラーメン食いに来てな」みたいな「よし俺が行ってる行きつけのラーメン屋行くぞ」みたいな あマジっすか行きましょうみたいな、ね。めっちゃうまいぜみたいな。マジっすかみたいな。どうすかなん <laughs> からこれだけでもね、結構増えると思いますけどね。横、横に広がると思いますけどね。うん、だってこれもう実際あるんで、これ定番でしょてか、これ締めでラーメン食いたくなりますからね、本当に。うーん。だからラーメン屋って結構ね、まあ、これあるんでね。これって、だから締めにハンバーグ食うぞとかなくないですか <laughs> どうすか よし締めだと。ハンバーグに行くぞと。え、部長ハンバーグすかみたいな。えみたいな。部長さすがに締めでハンバーグはちょっと難しいっすみたいな。<laughs> どうすかうん。これね、締めラーメンってね、マジラーメン、ラーメン屋の特権だと思いますけどね。うん。まあ今、まあこ、まあ今ね。 ちょうどあのコロナもちょっと緊急事態もだいぶそ飽和されてなくなってきてっていうところで飲み屋さんにもこう飲みに出るっていうのも出てきたと思いますけどまあそのなんだろうなお酒を飲むっていう行為飲み屋さんに行くっていう行為は10年後も20年後も30年後も40年後も変わらなくないですか絶対飲み屋で飲むじゃないですかどんなに時代が変わっても飲み屋で飲むっていうなんかその文化はなくならないと思うし じゃあ、その飲む、飲むっていう文化があるんだったら、ラーメンを食べるっていう、締めでラーメン食べるっていう文化も消えないしね。うん。だから、これね、ほんとラーメン屋の特権だなと僕は思いますね。はい。まあ、これが、まあ、集客、実際にトゥードゥで、to do で、どういうお客さんを、こう、いいね、回るのかっていうのが、あのトゥードゥでやることですね。だから、まあ、自分の Google マップで、 あの、まあ、あ半径でライバル店を探すってことですね。で、もし田舎、田舎にそのラーメン屋をやっ東京だったもうすげえラーメン屋ありますから、あの、田舎にラーメン、田舎のラーメン屋に集客するんだったら、まあ、その、なんだ、あーその、ハッシュタグで、うーん、ま、あその普通に住んでる地域ですよね。まあ、この、住んでる地域す。えーえー、っと、このラーメン屋で、えー ま、自分がその、うん、なんだ。じゃあ、か、鹿児島だったらね、これ、例えば鹿児島バージョン。鹿児島バージョンだったら、鹿児島って、ま、天文館あたりは、まあまあラーメン屋あるんですけど、うん、なんだろうな。まあ、例えば桜島とかね、鹿児島だったら桜島でハッシュタグを結構入れてる人は、まあ、桜島を見て写真を撮ってるので、あ、この人鹿児島に住んでるんだなと。桜島、桜島が見えるところに住んでるんだなっていうのがわかるので。わかります まあ、鹿児島はね、結構ね、桜島でねあの、ターゲティングできるんですけど、あ、この人、桜島の写真を結構アップしてるってことは、観光じゃなくて住んでるってことじゃないですか。まあ、そんな感じで、この人がどこに住んでるのかっていうのを、ハッシュタグで割り出すってことですね。このハッシュタグで、その、その人がどこに、どこの地域に住んでいるのかっていうのを割り出すってことです。で、ベストとしては、ラーメン屋に集客したいので、ラーメンが好きな人を、 集客し、あの、やった方が、まあ、来てくれる確率は高いですよね。まあ、同じ地域に住んでたとしてもですよ。ラーメンがあんま食べない人にいいねしても、ラーメン来さすの難しいじゃないですか。そもそもラーメン嫌いですっていう人をいいねしてもね、どうすか。めっちゃラーメン好きなんですっていう人にした方がいいですよね。ラーメン屋であるならば。うん。はい。なんで、まあ、ま、ま、その、まあ、本質的なところは、まあ、住んでる地域。 で,、うんでえー、ラーメン、いや、まあ、ライバル店のラーメン屋が多いんだったら、まあ、これで、こういう形でね、東京だったら本当にラーメン屋多いですから、こういう感じでできるかなと。もう、これが一番分かりやすいかなと思いますね。うん。そう。これをや、やるといいと思います。はい。僕、まあ、ていうか、僕だったらやりますけどね。僕だったらやるんだけども。 じゃあ自分のインスタグラムはどのようにその作っていくのかって話ですね。自分のお店。自分のお店はどのようにしていくのかって。これね、まずね、ハッシュタグの種類を知るっていう。まあこれね、あのインスタや,らやってない人は分かってないと思うんですけど、例えば、あのハッシュタグでもラーメンとか、えー、っと、なんだ。うん、なんだ。 分かりますこれねこっちでもあるしこっちでもあるんですよだからねあのあとね僕がねラーメンやってるこの面リフトこのね面リフトっていうのがあるんですよ知らなかったんですけどあと面まあまあここの面リフトって入れると面リフトクラブとかねとかなメンリフトなんとかとかねいっぱいなんかその,あの出てくるんですよ で僕はすみません。あの、麺リフトって知らなかったんですけど、あの、インスタやるまで。何なんだ、麺リフトって <laughs>。で、麺リフトって何かって言うと、麺リフトってこういうことです。麺をリフトするみたいな。こういう取り方ですね。はい、これが麺リフトの取り方です。まあ、他にもね、いっぱいあるので、あの、いろいろ調べていただけるといいかなと。うん。例えば、その、味噌ラーメンに関しても、味噌ラーメンとかね。味噌ラーメンも、味噌ラーメン。 もあれば、先ほど言った通り、味噌、ラーメンですよね。あとは、まあ、あの、味噌、ラーメン。わかりますで、この、まあ、ここでもちょっと解説してるんですけども、同じキーワードでも、同じハッシュタグでも、この、ビッグキーワード、ミドルキーワード、スモールワードって、ま、こう分かれてるんですよ。だ要は、ビッグキーワードは、そのハッシュタグがめちゃめちゃ何百万回、何百万個つけられてますよっていう、 なんだ、ビッグキーワードなんですよね。で、ミドルっていうのは、まあ、その、なんだろうな。うん。まあまあまあ、ここわかりやすいかな。なんだろう、例えば、この、ラーメンはビッグキーワードなこ、ここの図で言うならば、ラーメンっていうのはビッグキーワードですよね。だけど、そこのセグメントして、この味噌ラーメンっていうのは、まあ、ミド、ミ、ミ、まあ、これも結構ビッグですよね。これもビッグちゃビッグかな。うん。だけど、これは、多分、 こっちに比べると、こっちに比べると、多分こっちの方がスモールなんですよ。ね、同じ味噌ラーメンのハッシュタグなんだけど、こっちの方が多分スモールです。多分こっちのハッシュタグをつけてる人の方が少ないです。こっちの方が多いと思います。うん、でもこれをつけてる人もいるんですね。うん。だから、全部に、まあある程度、この、ぶっちゃけ言うと、ビッグ、ミドル、スモール、全部攻めるみたいなね。<laughs> まあ、あいろんな考え方あるんですよ。いろんな考え方があるんですけども、あの、ビッグキーワードだとやっぱ、ビッグキーワードなんでやっぱライバル多いんですよ。だけどライバルは多いんだけど、り、あの、やっぱそれを、その、なんか、リーチする可能性というかね、それはある、あるし、なんだろうな、うん、可能性はあります。ただ、埋もれる可能性もあるしっていう話で。もう全部入れればよくねみたいな話で。でも、全部入れるためには、全部のビッグ、ミドル、キッツモールを、あの、なんだ、 理解してないといけないってことですよね。うん。なんこれ、メンリフトはスモールというか、このニ,ニッチワードですかね。どちらかというと、ッチ。うん、だから、ビッグ、ミドル、スモール、ニッチワードみたいなね。ビッグワード、ミドルワード、スモールワード、ニッチワード。うん。そう。多分ね、あの、こ、これ、ッチだったら多分。 まあちょっと検索、検索ちょっと今してみようかな。すいません。今ちょっとハッシュタグで。チャーシュー、チャーシューでいきましょうか。チャーシュー、チャー、チャーシュー、チャーシュー。うまい。あ、チャーシュー。はい。例えば今ね、チャーシューで今検索してみたんですけど、 チャ,チ,ャチャーシューうまい。これね、スモールですかね、完全。これ、えっ、ー、と、いいね数が、すいませんね、僕今スマホでちょっとやってみたんですけど、これ3000件ぐらい。これ3000いい、3000投稿数、投稿、投稿数3000。で、チャーシューうまいぞ。うまいぞ。 こ投稿数が24件。まあ完全スモールですよね、こんなのは。うん、あと、チャーシューおいしいですとかね。まあこれはちょっとハッシュタグをいろいろやってくると出てくるんで。チャーシューおいしいです。投稿数。えー、っと、投稿数がこれは6件ですね。6件とか。 でも逆を言うと、この6件ピンポイントでね、チャーシュー美味しいですっていう、あの、自分でハッシュタグをつけて、その6件投稿されてる、そのピンポイントの6件をいいねするっていうのもいい、あの、すごいいい戦略ですよ。だって6件しかないんで、6人ですよね。だ同じ感じ、あ、俺と同じハッシュタグつけてるぞ、みたいな話で、その仲間意識というか、あ、このお店、この店舗、なんかチャーシュー美味しいのかなみたいな、ね、<laughs> まあ、その自分のお店がね、チャーシュー自慢だったらね。 うん、こ,のこの、このチャーシュー美味しいですって。これ、これちょっと見てみようかな。チャーシュー美味しいです。お店かなこれ。あー。これはお店じゃないですね。この人は。アサラーの穴場だよと。アサラーね。いや、今ちょっと新しいハッシュタグ。僕、アサラー食ったことないんで。アサラーね。アサラー15万件ぐらいあるじゃないですか。アサラーね。朝からラーメン食う人もいるんですね。アサラー。どうですかこれ、アサラーは、 朝ラーいいっすね。朝ラー僕はちょっとすみません。朝にラーメン食わないんで知らなかったな。朝ラーってシノラーかみたいなね。朝ラー。朝ラー。朝ラーは15万件ですね。これ。ここがビッグですね。15万もあるんだ。投稿数。すごいっすね。朝にラーメン食うやつ。これ15万すごいな。朝にラーメン食うとかありえないんですけど、僕はさすがに。 でも、この朝ラーは訳してるんですけど、朝ラーメンはね、朝ラーメン、朝ラーメンは、えー、投稿数、これ半分の8万件ぐらいですね。まあ、半分ぐらいですね。だから、この朝ラーと朝ラーメンって一緒じゃないですか。だけど、このキワードによって変わっ,変わってくるってことですね。うん。そう。あ、あとね、こういうのもあったんですね。これ131件か。 朝ラー、朝ラー、東京ってありましたね。もうこんなんピンポイントですよね。あの、東京。この人、これ131件ですね。だから東京でね、あのー、お店やってる人は朝、朝ラーで東京行ってる、このハッシュタグで見れば、なんだその、東京近辺で朝、あ、この多分朝、朝からラーメン食う人って相当ラーメン好きじゃないですか。 これ結構いいんじゃないですかそのめちゃめちゃ熱狂的なラーメンファンを獲得できるというか、朝ラー東京で検索してる、投稿してると130件ありましたけど、まあ東京でね、ラーメンやってるんだったら、まあ、ターゲットにはな,なるかもしれないので、うーん、そう。いいんじゃないですかうん。すごいっすね。<laughs> 僕ね、朝ラーはさすがにハッシュタグ使ったことないですね。 んで、これね、ハッシュタグあ、すみません、ちょっとね、こ、こ,この話まだ言ってないですね。このハッシュタグを知る上で、多分し、わ、ワード知らないじゃないですか。そもそも、そもそも、そもそもワードを知らないんですよ。みんな。ハッシュタグ、どういうワードをつけていいかわからないってのあるじゃないですか。だから、それはお客さんのハッシュタグ見ればいいんですよ。だから、ここの、まあ、ここの、その、なんだ、ステップで、この、 あのラーメンアカウントの写真をコレクション保存っていう風に言いましたけどここの写真をコレクション保存ねでそうするといつでもそのコレクションした写真にこうすぐリーチできるので要はそのもうすでにラもうインスタをやっててねラーメン結構食ってる人だったりとかその,の、えー、その人の投稿その人の投稿されているその人の投稿されている写真の ハッシュタグを見て発見していく、えー。見て新しいワードを発見していくと。で、その新しい、で、これはもう新しい、新,新,新しい、新しいワードを発見したら、インスタに、えー、えー なんだインスタで検索してみると。で、そうすると、その新しい自分がね、自分が知った新しいワードですよ。その新しいワードに対しての関連ワードが自動で出ます。で先ほどの朝ラーで検索したら、まあ、 なんだアサラーで僕は検索したんですけど、アサラーメンとかアサラー東京とか出てきました。だからアサラーでは、あ、アサラーっていうハッシュタグがあるんだなと。ね。なるほど。で、アサラーで検索するわけですよ。ハッシュタグ検索。そうすると、その、それに付随するとハッシュタグ出てくるので、あ、なるほど。アサラー東京とかアサラーラーメンとかこういうのもあるんだな、みたいな。そうやって知っていくってことです。で、それで、その、なんだ、その、ハッシュタグの投稿のね、 どういう風に投稿していけばいいのかっていうのを、えー、知ればいいと思います。結構ね、インスタ初心者の人って、まあ僕もそうだったんですけど、まあハッシュタグね、全くつけなかったですからね。一番最初僕。ハッシュタグの意味がわからなかったんで。でもこれハッシュタグ全くつけないとリーチしないので <laughs>。ハッシュタグは、で、ハッシュタグはね、これよく言われてますけど、30個ぐらい。まあマックス30個ぐらい。まあ20、う、うん、そんなに、何やろうな。 で、あとね、できればね、その投稿によって、あの、ちょいちょい変えた方がいいです。なんかそのコピペして毎回毎回毎回、多分ね、あのー、それをやってる人もいると思うんですよ。毎回同じハッシュタグみたいなね。あんま良くないですよ。なんであんま良くないかっていうと、毎回同じハッシュタグだから、こいつロボットなんじゃないかみたいな、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 な,な,なっちゃう可能性があるので、うーん なんだろうな。まあ、いろんなその投稿。まあ、これからちょっと言ってきますけど、投稿に合わせて、ちょっとハッシュタグは変えてった方がいいかなっていうところですね。まあ、もちろんね、ラーメン屋だったらその大きいそのラーメンとかね、まあ、その投稿に付随するやつですよね。投稿に付随する、まあ、あテンプレート的なのは置いといて、ただ、プラスニッチワードを入れるっていうね。例えば、 あのラーメン屋さんだったらここのラーメンとかね、これは入れるとするじゃないですか。ビッグキーワードは必ずこれは、まあ、テンプレのごとく入れるとするじゃないですか。ただ写真によっては、例えばこのメンリフトだったら、ニッチのメンリフトも絡めていくとかね、こういう写真を入れるんだったら。うん。いろいろと織り合ぜていく。例えばトッピングでね、これはまあ卵なんですけど、これだったらな、あのここに僕はあの卵とかね、こう卵じゃないですか。だから生卵。ラーメン屋だけど、こういう、ここのラーメン屋さんはね、 あの僕が好きな理由はそのなんだえー、この卵かけご飯があるんですよ、ね、もちろんらあの味噌ラーメンがここのここの味噌ラーメンがすごくうまいんですけどもただここのもう一つの僕が好きなところは卵かけご飯があってうまいんですよで頼むんですけどじゃあその卵かけご飯っていうハッシュタグも入れたりとかね卵とか生卵とか入れられるじゃないですかだからそのラーメン屋って多分 まあ一覧とかはまあ種類少ないですけども、まあそのトッピングとかもいっぱいあるだろうし、そのね。だからそういうのもなんか折り混ぜていくと、そのコピペにはならないかなと。うん、だちょいちょい変えていくっていう、その写真の出演、写,写真の出演症によって、まあハッシュタグ変えていけばいいんじゃないかなと思います。だからまあこの、 なんだ、ビッグキーワード、ミドルワード、スモールワード、ニッチワード。これらを織り交ぜていくってことですね。織り交ぜて、ハッシュタグを、まあ、2、30個。うん。まあ2、2、30個、30個もいらんかな。まあ、僕はだたい10個ぐらいなんですけどね。僕は10個ぐらいです。でも、初動は、まあ、初動はね、多分慣れてきたら10個ぐらいでいいと思うんですけど、初動は、初動は、 まあ20個ぐらいは入れた方がいいかもしれないですね。で、なんでかっていうと、慣れるためです。単純に。<laughs> まあ、ハッシュタグを20個入れるってなると、いろんなワードを知ら,知らないためですよね。だから、ワードを調べて、そのワードの知識、あ、こういうワードがあるんだ、こういうワードがあるんだって知るために、初動は20個ぐらいこう入れるようにするといいと思います。で、慣れてきたら、まあ、それをセグメントして、えー、例えば、 えー、このミドルキーワードに寄せるとか、スモールワードに寄せるとか、慣れてきたらもう、慣れてきたらですよ。もう日チでハッシュタグしか入れないとかね。逆に。慣れてきたら投稿に慣れてきたりとか、ファンが増えてきたりとか、あのー、まあ、そうなったら、まあ、その戦略、その、自分のこの投稿はもう日地にしかリーチしない。それ用だ、みたいなね。やってもいいだろうし。でも最初は初動は20個慣れるためと、あとブースト、あ、ある程度ね。 あのリーチしないとなぜならばフォロワーゼローまあ最初フォロワーも0人じゃないですかなんで、まあ、そもそもね僕なんかはもう1万人いるのでぶっちゃけぶっちゃけもうハッシュタグつけなくてもいいんですようん フォロワーにもうだってハッシュタグつけなかったとしても僕がフォローしてる人に写真がとあのタイムラインに出たりしますからまあ僕はもうハッシュタグそんなにつけなくてもだからまあだから僕はまあ10個ぐらいですかねいつも最近はもうフォロワー1万人いってるんでうん1万人フォロワーがいるってことはまあ全員に露出1万人に完璧に露出するわけではないですけども少なくてもフォローしてくれてる人に対してハッシュタグをつけなくても自分の写真が露出するのでまあ全員じゃないですようん でも最初の段階っていうのはフォロワーいないので、うん、リーチしていかないといけないんですよね。な、ある程度、あの、ハッシュタグはたくさんつけた方がいいかなっていうところですね。で、そうそうそう。で、このどう見せていくかですよね。どう見せていくのかなんですけど。これはね、あの、ラーメンのね、写真の撮り方というか、その、どこをティーアップするかなんですよ。例えばこれは、 たま、僕はそのね、ラーメンなんだけども、卵をこれティーアップしてるんですよ。わかります結構ね、その、お店の、まあ僕も色々もう見てきたんであれなんですけど、お店の人がラ、ラーメン屋がやってるインスタグラムの撮り方って、なんかね、ラーメン屋が、まあ、もうこれ一枚とかです、なんですよ。まあ、これ一枚でもいいっちゃいいんだけども、なんかね、この角度というか、これしかないんですよね。うーん。 なんか、これっていう、なんかその、なんかその、独自性がないというか、アングル変えればいいだけなんです。どこ、どこに光をと、とるのかと。例えば、例えばでしょあの、横綱、ラーメン横綱の写真なんですけど、これ。ラーメンよ、あ、これ、すみません。これは、ライライ亭ーだ。これ、ライライ亭ーだな。すみません。これ、ライライ亭ーで出してる、ライライ亭ーだったかなこれ、多分、ライライ亭ー、ライライ亭ーかな多分、これ、ライライ亭ー、じゃあ、すみません。ちょっと、 多分あ、このスープはライライテっぽいな。これライライテの、ライライテでいいっすかねちょっと、ライライテかなちょっと調べていいっすか多分。ライライテライライテのネギ、ネギラーメン。多分ね、ライライテの、あ、これだ、多分これだな。うん、そう。これでさ。で、これ限定何杯とかこ、このネギめちゃめちゃうまいんですけど、僕ネギ好きなんですよ。で、これは、 もうもはや、まあラーメン見えないんですけど、まあ、ネギにティーアップしてるってことですよね。まあまあ、これはもう分かりやすいんですけど、あの、例えばラーメン横綱とかも、ラーメン横綱とかネギ無料、もうマックス入れられるわけですよ。うん。だから例えば、ラーメン横綱のお店をやってる人だったら、じゃあそのネギファン向けですよね。ラーメン横綱に来る理由は、 別にラーメンも好きなんだけど、横綱のラーメン好きなんだけど、そのネギの入れ放題ですよね。うん。ネギの、ーラーメン横綱、ラーメン横綱、ネギ。このネギですよね。このネギ入れ放題。これですよ。だからこのネギが、あ、こう,こういう、こう、こう、これですよ、こう、こう。要はこれをしお店の方でやるってことですね。 お店の方でこれをやって、もうネギ好きにアピールするというか、わかりますも、もちろん普通の撮り方でもいいんだけども、インスタに見せるようにこういう風に撮っていくとかね。で、そうすると、ネギに関連するね、ラーメンじゃなくて、ネギ好きにアプローチできるじゃないですか。ネギは好き。あ、ネギこんなに食えるんだ。そんなラーメンがあるんだって。 多分ね、横綱のこのラーメン。まあでも横綱有名だからな。でも知らない人は知らないと思いますけどね、これ。うん。要はハッシュタグで、その、違うリーチができるってことですね。取り方をすると。まあ、さっきの卵もそうなんですけど、あの、これで釣って、あ、ここ、ここラーメンも食えて、これも、まあ、これで釣ってこっち行くとかね。あります。だまあ、リーチを裾野を広げるっていう。うん、ただ、ただこ、こう取るんじゃなくて、取り方も、 例えば餃子もあるじゃないですか餃餃子ね、うん、餃子ねがうまいとかね自分のお店はちょっと餃子名物だったじゃあ餃子をメインにして例えば餃子をまあここに餃子を置いて餃子を結構ティーアップして餃子種で取ってラーメンとみたいなねっていう取り方だったりとかわかりますなんかねラーメンひたすらひたすら同じ絵面を取り続けてるっていうところが多いんですよねひたすらこれを取り続けただ取ってるみたいな じゃなくて、どこに光を当てて、で、その光を当てたところにハッシュタグを広げていくって話ですよね。で、そうするとリーチ広がっていく。あの、その違うリーチが取れるんで。うん。そう。まあ、あとは、まあ、この、ンリフトっていうハッシュタグを入れるために、まあ、僕はこういうふうにやってるんですけどね。こういうふうに、あの、撮ったりとか、メンリフトっていうハッシュタグを入れたいんで。まあ、たまにね、あの、ラーメンじゃない写真だけど、アクセス欲しくてラーメンっていう、 入れてるハッシュタグ入れてる写真結構あるんですけど <laughs> あのねなんだブランドも売ってる転売屋ブランドを売ってるなんか人たちですかね多分あれ韓国人かわかんないですけどなんかブランドも売ってるアカウントがあるんですよブランド本のバックナッシュタグラーメン」入ってるみたいなね <laughs> 何やねみたいな <laughs> な面リフト入れたいんだったら、まあ、今って、その、インスタってね、写真、これも、あの、昔なかったんですけど、これね、1投稿なんですよ。1投稿で10枚できるので、いろんな絵面が撮れます。うん。いろんな絵面が。だからまあ5枚、まあ、10枚マックス撮れますので、まあ、そこにその、ちゃんと面リフトも入れて、まあ、これも入れて、餃子も入れてとか、まあ、なんかいろいろ入れたら、いろいろ、 まあ、ハッシュタグ入れられるじゃないですか。その写真に付随して。10枚の写真に付随して、いろんなハッシュタグ入れられるんで。うん。な感じですかね。あとは、そう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 。例えば、この、スープ。これは、福岡の、福岡だったかなあの、ここ、これね、ここの1点、ここの1点もさんかここのスープめちゃくちゃうまいんですよ。 で、透き通ってるんですけどだからその自分のお店がねスープがうまいってことだったらこうスープをこううまく取るみたいな自分のお店の USP まあ USP 強みは何なんですかっていうじゃあ自分のお店の強みは、えー、スープにあると例えば、えー、例えばですよ例えば、まあ、自分の、えー、ラーメン自分のお店は、えー、お店の自慢 うん、他店にはない強み USP ですね。かっこ USP。他にない強みはスープだと。スープは俺んとかうまいと。スープはうまいと。女性に、あの、なんだ。こ,こ,これはね、僕女性に飲みやすい感じかなってあっさりしながらコク回りみたいな。 女性に人気ですとか大人気とまあなんかまああったとするじゃないですかでだじゃあ僕がじゃあこの強みあの自分のお店がスープがうまいっていう強みがあって実際お客さんの声も取れてるってことであるならば、まあ、完全強みだと思いますけどもじゃあこの1枚目このスープ1枚目1枚目スープ を、えー、ティーアップする写真ですね。まあ先ほど言った通り10枚連打できるので。で2枚目。2枚目はん全体像ですかね。そのラーメンの全。あ、でもちょっとすみません。変えていいですか。あのスー,プスープをちょっと。 メインにする投稿っていうことでスープをティーアップする写真でそのスープができる工程の写真ですねを,をこのなんだ続けるみたいな要はこのスープにはどういう食材が入ってるのかどういうふうに作ってるのかっていう、うん、例えばなんだろうな、まあ、それはお店すいませんそれは僕は作れできないんですけどお店側はできますよね スープ作り、えー。ラーメン。まあ、これお店側だったらいくらでも取れるんで、まあ、こう、こういうやつですよ。こういうやつ。こういうやつです。こういうやつですよ。だから、この、要は、このスープができるまでみたいなストーリーですね。そのし、できるまでの工程みたいな。 うん、みたいな写真がお店だったらできると思うんで、まあこうやって煮込んでますとか、で何時間煮込んでますとかね。わかりますそう。あここうい、こういうのいいっすね。こういうのいいじゃないですか。こういうのとか。うん。あ、こういうのいいですね。こういうのもいいですね。うん。だからそれを10枚でこう並べていくっていう。 で、あとは、じゃあ、この売りですよね。なんでうち、なぜ、で、この、まあ、ースープの、この、まず、えー、表面、まあ、透き通ってるんだったら、こんな感じで通って、で、できる工程を通っていって、で、投稿で、投稿のテキストですね。なぜ、うちのお店はあ、スープがうまいのかと。えー、実は、みたいなね。 でそのスープにはどういう材料を使ってますっていうどういうこだわりがあってどう,どういう材料を入れてますで何時間煮込んでますとかねなんかそういうのをテキストでちゃんとやっていくと、まあ、その写真をそのねなんかうまそうだなあこうやってできてるんだでテキストでもねあそ,そこまでそうこだわって作ってるんだ行ってみたいなってなるじゃないですかわかります だからその写真のスト写真の10枚のその流れとこの投稿テキストをえ一緒にするとで投稿テキストでより詳しくその、えー、どういうそのなんだ産地のものを使ってるとかねどういうこだわりがあるのかっていうのはテキストで書けるわけですから分かりますうんかこういうふうにやると行ってみたいなってなりますから間違いなくでもここをちゃんとやってるラーメン屋さんまあないですからねわかります 多分ね、これをちゃんとやってるラーメン屋さんマジでないですよ。で、なんでないかっていうと、おそらく僕の見解としては、ね、えそもそも <laughs>、ラーメン作るのに、作るのに忙しい。そもそも、そもそも、ネットに疎いインス。インスタを始めたきっかけ。なんか、 流行っているなんかみんなやってる <laughs> なんか集客できるって聞いたからといやマジでこの程度のレベルだと思いますラーメン屋さんのインスタの僕は見てるとまあまあまあそもそも論としてラーメン作るの大変だと思いますんでラーメン作るの忙しいわけですよ で、そもそもラーメンを作ってビジネスしてきたので、ネットで集客するっていう概念、うと、この概念がないってことですね、そもそも。わかりますネットで集客するマーケティングの概念がないんですよ。そりゃそうっすよね。だってラーメン、美味しいラーメン作ってやってきたわけですから、そのネットでどうのこうのってないわけですよ。だから本当にその、考え、その、かん、ね、インスタの攻略を考えるとかまずないですよね。うん。 で、その端、一応やってるんだけども、まあ、周りがやってるからとかね、流行ってるからとか、まあ、一応、なんか、やっとかんとあかんな、とかね。なんかその程度のか、で入ってるので、まあ、ただやってるだけなんですよね。まあ、ただやってるだけっすね。<laughs> なんか戦略的にやってるアカウントをね、僕はね、うんあんま、すいません。7年やってますけど、ラーメン屋さんですよ。ガチのラーメン屋さんが戦略的に、 やってるのは僕ね、見たことないっすね。正直。だから、これですね、ラーメン屋に関しては、あの、ライバルね、あの、まあ、いますけども、ちゃんとやってるところがないので、マーケティングをしっかりかん考えて、しっかりやってる人がないので、超いいっすよ。超いい。<laughs> で、しかも、お客さんいるんで、ラーメン好きの人、めっちゃインスタに集まってるんで、 だお客さんいるけど、その発信し、発信、ラーメン、その店舗側がね、店舗側がその発信してるとこはないんですよ、マーケティングで。うん。で、これが、まあ、当たり前のごとくやることですね。まあ、店舗側のインスタ集客でベースとして、その自分のメディアという形でこうやっていく、まあ、集客する上でこうやっていく、トゥードゥです。で、あとは、拡散していくために、これちょっと長えな。拡散していくために、 あのお客さんに投稿、お客さんに投稿してもらう仕組みをちゃんと作るってことです。だから要、要はね、ラーメン作るのに忙しいじゃないですか。だから、これはできれば1日30分ぐらいで終わらしたいんですよ。でも最初は慣れるまで大変だと思いますけど、まあ、1日30分だったらまあ何度か時間取れると思うんで、あとは拡散してもらうためにお客さんに,さんに営業マンになってもらうっていう仕組みですね。わかります お客さんがお客さんを呼んでもらえるような仕組みを構築すると。で、僕だったら、例えば、あのね、あの、インスタに写真を投稿してくれたら、ね、インスタに写真を投稿してくれたら、まあ、えー、メガ盛り。メガ盛り。まあ、まあ、あとね、学生限定みたいな。学生限定みたいな。 まあ学生の方がインスタやってる確率高いですよね。学生限定みたいな。インサし書上の方はご飯、ご飯メガ盛り、メガ盛り無料みたいな。はい、まあ、ご飯のメガ盛り無料ってうのはこんな感じですねこう。こういうイメージです。こう、こう、こう、こ,うこんな感じです。だこれも、なんかそのいい、普段使ってるご飯の器でいいんですよ。ね。普段使ってるご飯の器に盛り方を変えるって形です。 で、なんでかっていうと、た、例えば、かき氷日本一。かき氷日本一。その、あ、これか。世界一か。これとかも、まあ、これテレビとかにも出てたりとかするんですけど、こういうね。まあ、あいう、まあ、まあ、こういう系あるじゃないですか。で、これってインパクトがあるんですよ。だから、これも、こう盛るとインパクトあるじゃないですか。まあ、インスタ映えというかね、映えるじゃないですか。 なんかそういうふうに考えて、なんかご飯、うん、おかわり無料はもったいないですよ。ね。ご飯おかわり無料はマジでもったいないでやめろと。もう、もう一発でバンって、一発バンみたいな。そう。わかりますで、そうすると、で、で、これを流行らせるために、その、なんだろうな。えー、っと、なんだろうな。あの、どのように、 まあ僕がチラシ作る場合ですよ。そのカウンターにチラシ作る。チラシとかポスター。ポスターを作るときに、インスタで投稿された様々なメガ盛り、メご飯メガ盛りの写真を組み込んで、で、ポスターを作ると。 要は、こうやって投稿されてますよ、みたいなしゃ、あの、なんだろうな。見本を作るんですよ。で、その見本を一応見せとけば、あ、こうやってと、だから意図的にそう取れ、みたいなね。わかりますなんだろうな。これも、なんだろうな。まあ、インスタのこと考えてないと思うんですけど、よくね、インスタで投稿してくれたらなんか無料っていうや、店舗もあるんだけども、取り方をちゃんとその、誘導してるとこってないですよ。 どういうふうに撮ってもらいたいかって話なんですよ。どういうふうに撮る、取ってもらうとう、効果が高いのかっていうところまで考えて、そのなんとか無料やってるところも少ないんですよね。わかりますお客さんにどういうふうに撮ってもらえるといいのかっていうところですよね。例えばでしょまあないとは、まああんま少ないと思いますけど、メガ盛り無料なのにラーメンをね、投稿してく、ラーメンを投稿し、例えば、 うんこれだったら、一応この,このサービスっていうのがメガ盛りがメインじゃないですか。なんで、なんかその、この写真、こういう写真より、なんだろうな、イメージとしては、なんだ、このラーメンなんだけど、こっちメガ盛りみたいな。わかりますだから、ラーメンも写ってご飯も、ここをなんか、ご飯メガ盛りでラーメンも写ってるみたいなね。なんかその、ちゃんとなんか、わかる感じですよね。 ありますラーメン屋って分かってんなおかつこのラーメン屋はなんかご飯メガ盛りだぜみたいななんだこれみたいなねっていうなんか写真を撮ってもらいたいわけですよでなんかご飯だけメガ盛りだけだと何,何屋さんが分かんないっていうのもあるのでなんかそのいい感じの写真をね、まあ、投稿してくれた中から選んでねそれをプリントアウトしてそのなんかポスターにこうまとめてってこんな感じで投稿されてますみたいな分かります <laughs> 見本を見せてあげる。投稿。だから自分がどういう、自分のお店の売りをどう表現してもらいたいのか、どう表現するとどう効果が出るのかっていうのを考えた上で、その効果的な写真を、まあユーザーさんが撮ってくれたのをティーアップしてまとめていってっていうポスターを作って見本を作って、それを、あの、同じように撮ってもらう。できるだけ同じように撮ってもらう。みたいなね。うん、なんかそういうふうにやるといいと思いますね。てか、まあ僕はやりますけど。うん。 うん、なんかそのなんかね、そのなんだろうな、投稿してくれたら、投稿してくれるだけで OK みたいななんだろうな、そこも深く考えてないというか、いやいや、投稿するのは誰でも今、もはやできんだから、どうやって写真を撮ってもらうのか大事じゃないですかっていう話で。<laughs> もちろんね、お客さんによってはね、あのもうインスタグラマーとかインスタグラムを理解してる人たちっていうのはね、あの、綺麗な写真撮れますよ。 いろんな角度でいろんな綺麗に撮って撮れるんだけども、じゃあラーメン屋に来るお客さんが全員インスタグラマーかって話で違うわけですよ。まあ、適当に素人ですよ。だから素人に教育するってことですね。写真の撮り方をこう撮れと。<laughs> そう。うん。で、あとはなんだろうな。あの、プラス次のね、例えばそのダブルキャンペーンみたいな。ダブルキャンペーンとね。さらに、さらにダブルキャンペーンと。 さらに、さらに、ダブルキャン、ダブル、ダブルキャンペーンみたいな。ダブ、ダブル、なんかダブルキャン、キャンペーンじゃないな。さらにダブルで、ダブルで、お得、お得うん。さらにダブルで、丸〇をゲットと。だあなたが投稿した写真にいいねがね、いいねが、えー、1000以上。 まあわかんないですよ。これ、基準度ね。だから、この写真を投稿します。で、いいねが1000以上ついたら、次回、次回、その、えー、投稿写真を見せてくれると、スタッフに見せると、まるを無料ですと。だから、投稿して、 投稿すると、まあ、今今、今もらえる今もらえる無料ですよね。だから要はこのやるこれを作業するメリットを後にも持ってくるってことですね。今も無料でご飯もらえるし更にその投稿に1000円でついたら次回また無料がもらえるみたいな。 なんかがもらえるとかね。で、そうすると、ね、学生お金ないですから、これどうすか、学生お金ないんで多分頑張ると思いますけどね、これ。どうすか。で、そうすると勝手に、あの、学生がいいね回りしてくれるっていうね。どうすか。すいません、あの、学生を使うっていう。せっかく男、せっこい大人ですね。 お金がないあの学生をうまく使うっていう、腹ペコの学生をうまく使うっていう、この、せっこい大人になっちゃいけませんよっていう話なんですけど。<laughs> うんだって本当ね、学生ってお腹いっぱい食いたいし金ないんですよ。まあそれは学生なんでね。でもインスタやってます。はい。うん な感じですかね。まあ、こういうそのキャンペーンに関しても、どういうふうにその仕組みを作ると、まあ、その、しかもキャンペーンやるターゲット層も、きっと、まあ、僕も今ね、学生はお金がないでもいっぱい食いたいっていうところで、そ、そこに、あの、パッションというかね、あるじゃないですか。で、それが次もらえるんだったら、いいね回りして、いろいろとね、その自分の写真にいいねが来るように、いろいろ頑張るだろうし。うん。 ま、これをね、まあ、1000にし,しましたけども、あの、500とか300にするのかね。まあ、そのレベルアップ方式にするのか。例えば100いいねだったらチャーシュー無料とかね。500いいねだったら、あのー、なんとか無料とかね。それをレベルアップ方式にしてもいいですしね。うん。はい。な感じにすると、なんか、おゲーム性も出るじゃないですか。ゲーム性も。なんかゲーム性的な。こういうのもいいと思いますね。うん。 で、あと、そうそうそう。あとは、あと、まあ、フォロワーが出てきたら、僕が、フォロワーが出てきた必ずやる。フォロワーが増えてきたら、必ず、必ずやる、うーん、ことですね。僕が。これは、えー、仕込みを、をしているところを、えー、ライブ放送、インスタライブですね。 仕込みをしているところをインスタライブします。公開します。うん。おはようございますみたいな。おはようございますみたいな。今日も張り切って仕込んできますみたいな感じで <laughs> 仕込んでいる風景をライブで流しますね。うん。で、まあ多分ね、わかんないですよ。あの、仕込んでる時って結構孤独だと思うんで、ライブしてると楽しい。まあまあちょっと慣れ、これは,は発信はね、慣れてないと、 ちょっと難しいかもしれないですけど、<laughs> 慣れてくださいって話で。すみません、僕だったらやるんで。で、仕込みしながら、ライブで、その、まあ、全部コメントは読み上げられないと思いますけども、要はその、安心安全だったりとか、こうやってかこう、こうやってラーメンって作ってるんだよっていうところですよね。うん。なんかそういうところを映しますね。うん。で、来てねみたいな。今日うまいよ、うまい、できたぜ、みたいな。 みたいな感じですね。まあそういうライブをやるっていう。うん。あとは何だろうなあのまあ、まあ、まあいろいろ使いますよね。うん。新作ただあ,あのその新作ラーメンの開発しているところをライブすると。まあこれもね まあ、その、ラーメン屋の店主によってはね、いやいや、縦に盗まれるから、そのね、そんなとこ移せねえみたいなとこあるかもしれないですけど、まあそ、そういう時代じゃないんであんまりね <laughs>。あんまりそういう時代じゃないと思いま今、オープンソースですから <laughs>。今はね、オープンにした方が勝ちやすいので、正直。うん。どれだけオープンにできるのかっていうのがね、結構今の時代大事なとこなんですよ。うん。 だからまあ、このラーメンを開発してるとき、まあ、どういうふうにこうやってんのかとか、まあそういうの、要は、その物語ですね。物語。商品が、あの、ラーメンが、いっ、いっぱい、ラーメン、うん、いっぱい、はい。ラーメンいっぱい、い,いっぱい,い、はい、はい。を作るまでの物語を見せていくということですね。インスタを使って。 だこれはね、写真10枚の投稿でもある、うん、作れますからね。例えば、まずはまあ1枚目のこの写真、まあ、あの撮るじゃないですか。で、このラーメンができるまでの工程とかね。このラーメンができるまでの工程で、この残り9枚の写真をやってもいいだろうし。わかりますこの10枚スクロールできますから。うこんな感じかな。 ま、他にもね、なんかいろいろ多分出てくると思います。いろいろとね。とりあえずこの辺で終わりましょうか。ちょっとだいぶ長くなったな。うん。まあ、これはね、最初のブーストだけです。最初のブースト。まあ、日々30分ぐらい。まあ、最初は本当と難しいと思うんで、あれですけど、さ後、できれば、あの、30分ぐらいに収めたいですね。この to do は。 でも収まると思いますよ。もしくは10分でも収まるかな。最初が大変なだけであって、うん、to do はね、多分10分ぐらいでなると思いますけどね。ただ、新規でその、またお客さんをこのね、あのベンチマークし新しくベンチマークしていく人をリサーチしていくとかだったらあれかもしれないですけど、これリサーチの時間が結構かかったりするんで、で、大,大事なのは、拡散していくために大事なのは、 お客さんに投稿してもらって、お客さんにリーチを増やしてもらうってことですね。だって、ラーメン作るのにうす忙しいじゃないですか。どうですかそもそも論として。だから、拡散してもらう仕組みをしっかりと作るってことですね。お客さんに投稿してもらえる仕組みをしっかり考えていくってことです。うん。お客さんがお客さんを呼んでくれる仕組みをインスタ内で考える。どういうふうにするとどうなるのかっていうのを考えてやっていく。ここが肝ですね。あの、ここが肝です。 ここのキャンペーン、どういうふうに作っていくのか、お客さんにどう投稿してもらうのかっていう、ここがめちゃめちゃ大事です。めちゃくちゃ。めちゃくちゃ大事。なぜならば、ラーメン作るのに忙しいんで、ネットにも疎いっていうのは実際とかあると思うんで。うん。そう。ただし、その、自分のその、なんだろうな、あのー、 お店が、お店ではどういうラーメンを作ってるのかとか、どういうラーメンなのかっていう、一応その、なんだろうな。うん、あれがないといけないんですよ。今、あそうそうそう。うちの母ちゃんがず昔やってましたけども、コープですかコープだったかなコープ、コープ、うーんと、チラシ。そう。これコープ、コープって、あ、コープか、これか。 そのコープって未だにこのなんか多分ずっとビジネスしてると思うんですけど、確かね、昔そのコープのこのコープだったかな、このチラシめちゃめちゃ作り込まれてるんですよ。で、めっちゃどういう風にその美味しく写真がこう、こうやるのかっていうのはね、めちゃめちゃか、あの、なんかやってるみたいなんですよね、コープの。このコープかこれか。これこれ、コープのこの声響カタログ。このね、声響カタログのなんか昔そのドキュメンタリーみたいななんかの、 なんかであったんですけど、めちゃめちゃ考えてるんですよ。めちゃくちゃ考えてるんですね。今、このネットのご時代にですよ。でもずっとロングでこのビジネスやってるんですけど、まあ何が言いたいのかっていうと、この、こういうのをインスタでちゃんとあ作っとかないといけないってことですね。こういう感じの。 こういう感じのをインスタでちゃんと表現して作っとかないとアクセスが来た時にあこのラーメン屋さんはこんなラーメンがあってあこれうまそうだなあ餃子もあるのかとかねあスープがうまいんだとかねへえとかあこんなネギラーメンもあるんだとかねあこんな激辛もあるんだとかねなんかそういうそのパンフレットみたいなのがないとそのお客さんにねいくらやってもらってももったいないのでここをいくらここいくら作ったとしてもですよ ここでいくら拡散仮にしたとしても、これがないと、行ってみようって、買ってみようってなりづらいので、うん。なんで、しっかりパンフレット作り、ある程度の作っとくってことですね。で、ある程度作っちゃえば、もう正直あんまいらないんですよ、多分。わかりますある程度作ってしまえば、パンフレットみたいなのが。 まあ新作とかで出たらね、あれですけど、ただ、あの、アングルを変えて、その、どこに光を当てるかによって、見え方が変わりますので、まあ、そうするとか、場数は増えますけどね。うん、そう、そんな感じかな。はい、ということで、えー、これで、まあ、僕がね、ラーメン屋だったら、どんな感じにインサ活用するのかっていうのは、あくまでも僕の見解でございます。やるかやらないかは、あなた次第ということでございますね。 はい。では、終わりたいと思います。ありがとうございました。はい。終わろうと思ったんですけど、これ言ってなかったなと思って、あの、なんだろうな。ラーメン屋に行く理由ってそれぞれ違うと思うんですよ。で、僕の場合は、あのー、なんだ、ネギが好きなので、ネギが大盛りできる。例えば、ネギが大盛りできるから横綱行くとかね。まあ、あとは、これライライ亭のラーメンも、このライライ亭に行く理由が、このネギ食いたいから、ラあの、行くとかね。 あとは何だろうなその、うん、なんだ、うん、ス,スタッフさんが、かわいいとかね。これ多分ね、バイトのスタッフさんかわいいってあると思いますよ。<laughs> まあそれはね、ラーメン屋に限らないんですけどね。これすいません、これラーメン屋に限らないんですけど、あの、うん、ラーメンじゃなくて、このチャーシューが、がうまいとかね。 なんだあのスープがうまいとかねあとは餃子とに,とにかくここの餃子やばいとかねうん,なんだうあと何すかラーメンだったらあのこあチャーハンかここのチャーハンめっちゃうまいとかね もはや、もはや、<laughs> チャーハン屋でよくねえかと。だからラーメン頼まずチャーハン頼んで帰るぐらいのチャーハン梅みたいな、ね、<laughs> なんか、なんか、あの、一つ一つ一人一人、その、ポイントフックしてるところって違うんですよ。例えばこれなんでこれ言ってるのかっていうと、あなたがね、これすげえ大事なんだけども、あなたが、あなたが、 自分のね店,店の u s p USP はここだとうち,はうちは麺にこだわってますだけど実際来てるお客さんが実際来てるお客さんは麺じゃなくて実はチャーハンで来てたりとかねいや麺にこだわってんだけど実はチャーシューできてたりとか,だかこれ大事なのがこれ,これもやってほしいんだけど なアンケートですね。アンケート。w h まあこれもなんかプレゼントなんか企画してや,や,やるべきなんですけど、なぜうちの店に足,足を運んでくれるのか、その理由。これをしっかり聞くことですね。要は自分の、こ自分はここがなんだ 得意だって言ったとしても、実はお客さんはそうでなかったりするかもしれないので。で、これを知らないと、その、インスタでの集客するときの、その、マーケティングする上での、なんだろうな、考え方が、ちょっとやっぱ全然変わってきたりするので、その戦略、戦略が変わりますから。うーあここね、結構、ここもね、やってるラーメン屋さんあんまないんじゃないですか ここのアンケートをしっかり、ここ、なぜうちの、このね、店に運んでくれたのかってその理由をしっかり聞いてる、ちゃんと聞いてるところですよね。アンケートって、店舗のアンケートって適当なんですよ。もうとりあえずなんか、無動作にね、なんか紙が置いてあってね、なんか、まあ、あの、なんか、もう誰も書かねえだろうみたいな、そのアンケートみたいな。だから、あこれもね、アンケートを書きやすく、お客さんがね、 お客さんがアンケートをしやすい仕組みを作ると考えて作ると。で、実行すると。これもね、ラーメン屋でやってるところないですからね。ま,あ、まずない。<laughs> でもね、これ超大事じゃないですか。超大事なんだけど、これやってないんですよ。ね。いや、どこでフックしてんのっていう。お客さん、うちのお店のど、どこにフックしてるのっていうところをちゃんと知らないっていうね。 結構あるあるですね、これ。だってアンケート、ラーメン屋行っても僕アンケートそんな、一回も取ったことないですも多分。やってることないですよね。で、僕からするとウェブ販売僕ずっと色々してるんですけども、もアンケートめちゃ大事だよって相当言ってるし、アンケート取りまくってるんですけど。いや、これね、ラーメン屋に欠けてますよね。これ <laughs>。ほんとね、やっぱね、まあもちろんそのラーメン作って、まあビジネスやってるので、その、 アンケートの重要性とかもね、全くわかんないじゃないですか。まあ、めちゃくちゃアンケートって大事なんだけども、まあ、そこの重要性なんかはね、いや、ラーメンのな、なんかラーメン作って何十年っていう人には理解できないとは思いますけど、そう、これはね、絶対しとった方がいいので、やるべきですね。うん。はい。ということで、まあ、ちょっとね、付け加えて言っときました。結構これも大事なんでね。はい。では、終わります。ありがとうございました。